今年熊がすごいんですよ。理由はそのどんぐりが木の実の数が少なくて例年以上に里に降りてくるっていうのと、あと森林伐採とかメガソーラーとかもあったりもしてて、その今山がどんどん削れてるじゃん、ね、クマたちの居場所がなかったりとかしてて里に降りてきやすいみたいなんだけど、そうなると人を襲ったクマって人の味を覚えちゃうから、まあ、クマってのは捕殺されるわけじゃん、捕獲捕殺されるわけでしょ。でそれに対して動物愛護団体とかが悪いのは人間だからクマを殺すのはかわいそうだって言って、まあ、すごい苦情が入るらしいんだよ。特にあの北海道の OSO18 なんかもそうだけど、ものすごい苦情が入ったそうなのね。まあその件もすげえ思うところがあって、ゴキブリは殺せるのになんでクマはダメなのかと思ってて、まあゴキブリとクマは違うには違うんだけど、生き物としては同じじゃないですか。命があるということは同じで、ゴキブリはなぜみんなは殺すかって言ったら、まず数が多いよね。別に1匹2匹殺したってゴキブリがいなくなるわけじゃないんで、数が多いから、まあ、殺してもいいと思ってる人がまずいるのと、人間に害があるから殺すよね。まあその害っていうのは、まあなんだろう、気持ち悪いからっていうのもそうだし、まあ家にゴキブリいたらさ、バイキンとかいろいろあるから、その人に害があるからっていうので殺すわけじゃない。この2つで大体ゴキブリって殺すやん。あと数がめっちゃ増えるから、だから大体殺されるよね。だから人間的に考えると、人間目線で言うと害があるもの、数が多いものは殺していいと思ってるんですよ。別にこれはゴキブリだけじゃないよね。多分カメムシも見つけたらほとんどの人は殺すよね。まあ理由はそうじゃん。臭いから、気持ち悪いから人間に害がある。あと数がいっぱいいるから、殺してもいいよねってなる。じゃあクマはどうなんだってなったら、じゃあクマだって、クマ自体を絶滅させなければ、ある程度数を減らすことって俺いいと思ってんだよ。数が増えてるから、人里にも来るわけだし、当然ね。一定数来るじゃないですか。例えばゼロにするほど殺してしまっては良くない。クマも人と共にやっぱ共存していくためにも。うん。だけど、ある程度の数の減少ってのは仕方がないと思ってて。だって人を襲ってんだから。人に害があるわけだから。それを動物愛護団体とかがやめろって言うんだったら、じゃあ俺、はっきり言うけど、動物愛護団体がクマを育てろよ。そのクマを。捕殺しないで捕獲して、お前に送りつけるぞって話なんですよね。それしかないもんだって。そこまでクマを大切にしてるんだったら、じゃああんたが代わりにクマを飼ってやればいいんじゃない。だけどそこにクマがいたら人が襲われるかもしれない。人が襲われて亡くなってる人もいるね。そこに住んでる人は恐怖しかないんだよ。それを遠く離れた自分はクマが出ないようなセーフティーな場所からクマの命がって言うんだったら、隣同士で生きろよ。面倒見ろや。保護クマしろよな。そこまでして初めて動物愛護団体じゃない？自分はクマから脅かされるようなところに住まないで、セーフティーな場所からクマがクマがクマがっていうのはずるいよ。だってみんなそこで住んでんだからね。え、そういうことじゃん。しょうがないよね。だってこっちだって殺したくてクマを殺してるわけじゃないんだよ。それはで、人が悪いのも分かってるんだよね。人里に来てしまうのはね、えある程度人間のせいあるじゃないですか。開拓が進んで森林の伐採があって熊の生息地域が限られてきてとか、まあそこに今年は気候や環境が重なったよね。うん、どんぐりが少なると、もう一個スーパーエルニーニョ現象って言って 1-2 度高いんですよ、海域が。そうすることで熊が越冬時期を見失ってるんですよ。急激に寒くなっていけば、秋から冬になっていけば、熊はご飯を食べて眠りにつくんですけど、冬眠するんだけど、今年なんと今日でも25度とかじゃん。11月に入ってもまだ25度26度の日が続きそうです。寒くないんですよ、全国的に。だから冬眠しないんだよね、まだ。そうだから今年すごい件数が多い。寝れねえんだよ熊が。寝れねえ、あちえってなってんだよ。まだ暑いってなってるから、まだ動くんだよね。で、かつ、どんぐり少ないから、食べ物ないから、起きてたら腹減るじゃん。クマだって、あんだけのガタイを維持しなきゃいけないから、もちろん食べるじゃん。そう。だから、里に降りてきて、なんか、農作物漁ったりとか、人を襲ったりするんだよね。うん。だから、件数すごい多いっていう。
だから人のせいもあるけど、やっぱ地球の変化で温暖化とかもあって、それが重なって今こうなっちゃってんだよね。だから人も苦しいんだよ。そうね、だから殺したくて殺してるわけじゃないんだけど、申し訳ないけど、熊という生き物を見た時に、習性を見た時に、人を襲って人を覚えてしまったものは、次の人、次の被害者をこう生まないようにするために、もう捕殺しなきゃいけないんだよな。うん、ここはやっぱり理解すべきだよ。少なくとも別に快楽で熊を殺してる人なんか誰もいないよ。一人としていないよ、領地さんだって。だから熊食べてるじゃん。イノシシだって食べてんだよ。日本ではご飯食べるときに手を合わせていただきますという文化があります。これはご飯を食べるいただきますと命をいただくという意味が込められています。殺したくて殺してるわけじゃない。動物のおかげで我々は肉が食える、命をいただくという意味で手を合わせるんですよ。だから熊だってそのままじゃないよ。うん、殺したままじゃないよ。食べるよ。イノシシだって食べるよ。すごい美味しいよ。だからね、絶滅させるわけじゃないから、ある程度の頭数削減みたいなところは仕方がない気がします。人を守るために。あの、先に言ったけど、人間の命以上に大切な命あるかね。人間目線、命にさ、ランクはつけちゃいけないだろうけど、人間目線、人間の命以上に大切なものはあるのかって話なんですよ。順番で考えるならばね、動物も大切だけどもね、人間は人間を守るよね。そのためには人間に害を与えるものとかは仕方がないんですよ。食物ピラミッドの頂点に立つ人間をやってる以上、俺らがね。ただまあ、人間ができることもあるんで、人間の方が賢いからね。やっぱそうやって殺されるクマさんたちの数を減らすためにも、やっぱやるべきことはやらなきゃいけないから、里に降りてこないようにするためにね。ただもうこれが限界に来てる気がするな、正直な。動物の行動なんて制御できないし、今の時代もうほんと限界だと思う。どうしろっちゅうんだよって話だもんね。どうしようもないもんね。じゃあ人間が全部悪いと思うんだったら死ねんのって話よ。なんで人間が悪いと思ってんのに生きてんの、あなたは。人間が悪い、人間が悪いって言ったら、じゃあなんでお前生きてんだよと思う。俺は人間が悪いと思いながらも、人間は死ねずに生きてるわけじゃん。生きてるじゃん。だったらなんか人間が悪い、人間が悪いも言い過ぎ、おかしいと思う俺。綺麗事じゃんそんなの。人間が悪いと思うけど人間やってんだろう。今日も明日も明後日もやるじゃん、人間を。でもさ、その動物で不思議なのはさ、前にさ、動物園で飼育員が、あれ仙台だっけ、どこだったっけ、動物園でさ、なんかライオンに食い殺されたやつあったじゃん。飼育員がライオンに餌を与えたんだけどさ、檻の鍵閉め忘れてさ、通路にさ、ライオンがブワーって来てさ、一瞬にして噛まれた。福島、うん、だっけかな、なんかあったじゃん。東北サファリパーク、そう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 、東北サファリパーク。でもああやってさ、やっぱりさ、動物園にいる動物たちもさ、一瞬にしてさ、野生の本能をむき出しでさ、やっぱりあのエリアに囲まれてるだけでさ、むき出しにして食べちゃうわけじゃん。やっぱそういうもんじゃん、猛獣って。だけどさ、 TikTok とかで見るさ、ライオンさ、猫みたいにさ、やたら人に懐いてるやついるんだけど、あれなんなん、あれすごくない？なんか本当にライオンキングのライオンみたいにさ、猫みたいにさ、でっかい猫みたいにさ、人に懐いてるライオンいるじゃん。可愛いんだけどさ、おうおうとか言いながら。そう、あれなんで、なんであんなに人に懐けるの。どうやったらあんなに懐かせてんだろうね。オスもメスもね、なんかね、家族みたいにすり寄ってくるんだよ、喜んでて。ハイエナとかも懐いてるしね。すげえんだよマジで。むちゃくちゃになりながら戯れてるもん。やられんじゃねえかっていうぐらい知ってる。猫かって襲うときに絶対首噛みつくんだよ。そう、息の根を止めてから食べるんですよ、猫科の動物って。だから大体首やられるんだよ。だからその東北サファリパークの、あの事件も事故もそうなんだけど、首一発でやられてんだよね。そうで、犬は違うんですよ。犬科はもう無作為に食いまくるんですよ、犬は。だから猫と犬って捕食するときに全然行動違うんだよね。これなんか誰かが上げてたツイッターの動画見てびっくりしたな。クマ、ガードレールのところにでっかい鹿いたんだけど、クマが一発でガードレールの上からブワーンって鹿を森の中に持ってったんだよ。それをなんか運転してる人が、なんかあの一緒にね乗ってる人が動画で撮ってたんだけど、すっげー力だったよ。ああ、マジワンパン、こんなでかい鹿をもう噛んでもう持ってっちゃう一瞬だったよ、ガードレールからグリーンっつって。あんなもん人は、ひとたまりもねえと思って。ギャグじゃないよ。
しかもクマって人間食べたら全部食べないって知ってる？木の下に穴掘って人の肉埋めるらしい。キープするんだってな。味を忘れないためもそうだし、後で食べるために全部一気に食べないんだって。そうだからまた襲うんだよ。でしかもめちゃめちゃ鼻効くんだよね、超遠くの方から。だからみんなが森の中に入って、その周りにクマがいたらもうみんなのこと気づいてる。ゾッとしない。目の前でクマが気づくとかじゃないんだよ。もう鼻がめちゃめちゃいいから、もしそのみんなが入った森のエリアにクマがいたらもうみんな襲いに来ちゃうんだよね。多分近づいてくるから。だから来ないってことは周りにクマがいないってことなんよ。うん、だからもう来てたらどん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 寄ってくる。うん、それぐらいめちゃめちゃ鼻効くらしい。そう、あれさ、自分めっちゃ臭いんだよね、クマってね。体臭が、クマの体臭めちゃくちゃ臭いくせに鼻効くから、多分自分で鼻もげてるよ。だからブルブルブルってやってるじゃん。うん、あいつは体めっちゃ臭いからね。で、東北だったっけな、そのさっきもそうだけど、クマを殺すとさ、愛護団体がどうのこうの言うじゃん。でクマってめっちゃ頭いいんですよ。だから一時対策でクマの鼻に唐辛子塗るってのがあったんだって。そしたら殺さずに済むじゃん。捕まえるだけ捕まえて、人って怖いものだよって教えるために、人間がクマの鼻に鼻がめっちゃ効くから唐辛子を塗るっていう。そうするともう人が襲わなくなるみたいな。鼻が弱点だから、そういう取り組みもあったっていう。なんか聞いたことある。だけど結局ダメなんだよね。違うクマ来るからね。そう、結局。一頭だけだったらいいけどね。違うクマ来ちゃったら一緒じゃん。ね、クマがクマに教えるわけじゃないから、そこまではないからね、知能がね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。